H8-323HD6473238 回 10H8 シリーズは日立製作所が開発したマイクロコントローラである。ターゲットは組み込み市場であり、様々な機能を内蔵した多機な製品をシリーズ展開していた。携帯としてはマスクロム版、ロムレス版の他にエプラムを内蔵した g t a ト版の他、 フラッシュメモリを内蔵した FG タット1がある。当初は8ビット CPU で H8 の名前のまま16ビット32ビットの後継シリーズが開発された。内部レジスタ幅は16ビットまたは32ビットでデータバスの幅によってビット数を分類している。2013年現在 H8 シリーズの生産、供給は続けられているものの ルネサスエレクトロニクスの会社統合による製品ラインナップの整理により今後の新製品の開発予定はないとされる。いわゆるシスクアーキテクチャで R0、R7 の16ビット汎用レジスタが8本あり、これらは R0A1、R0AL など8ビットレジスタ16本としても使用できる。なお、R7 はスタックレジスタである。上位のシリーズでは さらに各レジスタを32ビット幅に拡張して ER0ER7 としている。アドレッシングモードが豊富で直行性の高い命令体系を持つ。MC68000 にも似ていて、同様に奇数アドレスをワードアクセスすることはできないが、エラーは発生しない。IO 空間はメモリマップと IO。ロード命令ではソースを先にデスティネーションを後に書き、 ビッグエンディアンである。製品としては、CPU コアに、ロム、ラム、割り込みコントローラ、大麻、入出力ポート、シリアルコントローラ、A、D コンバータ、D、A コンバータ、ドマなどが統合されたパッケージで販売される。I2C バス、スマートカードインターフェースや液晶コントローラなどを持つシリーズもある。また、ピン配置に、 互換性のない複数のシリーズに細かく分けられている。パッケージは QFP や PLCC などの表面実装型が多く、シュリンクリップなどの挿入型の品種も存在する。開発環境としては純正の C、C、アセンブラパッケージ及び統合開発環境比喩がある。他、各社から C コンパイラなどが発売されている。GCC でも対応している。 H8 は1980年代後半に、日立が開発した独自命令セットの8ビットプロセッサで、当時の同社の類似した命名方式のプロセッサには、32ビットのトロンシップの H32、16ビットの H16 があった。H32 はスーパー301乗適用が、ほのめかされた圧力によるトロンプロジェクトの失速の影響で、 少数の生産に止まった。H16 は、日立対、モトローラ事件、の影響もあり消滅し、H8 のみが残った。日立はそれまでモトローラの、MC6800 の、セカンド創生 HD6300 シリーズ、MC68000 の、セカンド創生 HD68000、ザイログの Z80 上位互換の HD64180、 を製造して販売しており、その経験からか、H8 はこれらの長所を取り入れたアーキテクチャとなっている。後に同社が開発したスパーハシリーズは、H8 とは別の用途、視点から開発され、当初はよりシスク的な仕様を取り入れることも検討されたが、動作クロックやパフォーマンスを考慮しリスク的なマイクロコントローラーとしてデザインしたものである。このため、 HD64180 やスパーハシリーズなどとのバイナリの互換性はない。またルネサス以降後に発売された R8C、タイニーシリーズは、元三菱電機の M16C 系統の CPU であり、やはり互換性はない。組み込み向けのマイクロプロセッサとしては、世界的に大きなシェアを有する。電子工作用や、 教材用としてもそれまでの Z80 などに代わって中規模のマイコンとして広く使われていてシリーズによっては秋葉原などでも容易に入手することができる。また日たちが支援していたマイコンカーラリーには古くから使われているほかレゴのマインドストロムズにも使われている。近年はタイニーシリーズのようにオンチップでワッキングインターフェースを内蔵して 廉価なオンチップエミュレーターを使用できるシリーズに移行しつつある。また純正開発環境の無償評価版の配布も、ウェブや雑誌などで積極的に行われている。H8 はどうなるのルネサスユーザーコミュニティ、カフェルネにおけるメーカー担当者の回答より、特許の戦略的活用リカ国際特許事務所、スパー派開発ストーリー。ありがとうございます。